ったんですよね。で海外に行ってそれがもう向こうってスペインもそうですけど、はい、シエスタとか昼間から飲む文化がありまして、そうですよね、はい、うんうん、でその辺ぐらいからもうだいぶ自分でコントロールできなくなったんですよね、うんうん、で沖縄に帰ってきて、でやっぱり僕はスポーツ畑ですから、はい、経営とか営業とかしたことなかったんですよね、うんうん、そこですごいやっぱりストレスを感じてしまって、うんうん、で夜眠れなくて、はい、アルコールに頼るようになって、いつからかもう逆転しちゃったんですよ。アルコールの方がないと、うんうん、もうなんか生活ができないような感じになって、うんうん、で一番これは深刻だったなって今考えると、アルコールと眠れなくて、はい、結局睡眠薬も一緒に飲むようになっちゃったんですよね。アルコールと一緒に、はいはい、でそれ でアルコールって、まあ、薬物の中でどちらかというと、うん、まあ、麻酔なんですよ、うんうん、だからどん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 大量に飲んでも効かなくなっちゃって、うん、睡眠薬飲んでも効かなくなって、うん、で結局コントロールができなくなって、うん、もう深刻な状態が続いてて、東京でももう朝から飲むようになったんですよね、でそうせざるを得なかったんですよ、うん、もう飲まないと動けないし、例えば飲まないと手が震えたりとか、はいはい、幻覚幻聴を見るようになって、もうこれ依存症、依存症になってました ね、 でもね、そうなっても止めきれなくなって、うんうん、で、まあ、恥ずかしい話40代になって もう自分でもうどうしようもないんですよ、うん、最後の方は泣きながら飲んでて、うん、でそれを心配、辛いですね、はい、これ辛い、結構ね、うん、この辺 の深い話があるんで、うん、一旦 CM 挟んで、はい、後半はね、はい、アルコール依存症の話をね、はい、もう、ゆえさんの勉強になります、いろいろ聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ツイキャスの皆さん、こんばんは、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何、つよしさん、うん、たけし、ゴーダたけしさん、ゴーダたけしさん、ジャイアンですね。ジャイアン、ゴーダたけし、あ、そうなのそういう、そういうことか、ハンドレムだってね。じゃあ今日はもともとこっちは CM はないんでした。あ、そこちゃんも流れてる、こっちはもうこのトークを聞いてるっていう感じですね。リーさん、秘密兵器があるんで、今一応 CM 明け、タワさんの紹介をしていただいて、ちょっとゲスト登場みたいなちょっと演出してもいいですか。おさっきちょっとでバタバタしてできなかったんで、おあ、僕の個人の私物でちょっと演出ができるんで。あ、そう、おっと、はい、何を持ち込んだらまたまたちょっと危険なやつを危ないわ危ないやつだな、いつも本当にそっか、じゃあ今日はこういう依存症のお話っていうことで、なんかあれですか、聞いてなかったので、いい感じで流れてるとか、あ、そういうことだったんだと思って、そうです、まあ、前半はね、はい、ハンドボールたまに言うかって言えばもうプロハンドボール、うん、こんな感じで自由な番組なんで自由ですね、本当自由すぎる番組、全然こっちとも打ち合わせしないでないし、もう逆にその方がいいんですよ、ね、そう、自然味があって、はい、では間もなく CM が開けます、はい、5秒前、うん、はい、こんばんは、はい、本日のレッツ深呼吸のゲストは、元プロハンドボーラーの多場雄也さんです、後半からね、聞いてる方よろしくお願いします。内面ソーラー、前半はね、やっぱり雄也さんのね、わお、スモークが出ちゃったよ番組初の、すごいね、初だよ、これ個人で持ってるっていうのがすごいよね、またね、いけるんだけど、でもラジオですよね、ラジオだけど、もうツイキャスのために、あ、そっかそっか、スモークとね、なんかレーザービームが飛んじゃってるけど、ちょっとクリスマスチックになってます、はい、すいませんね、音声だけ聞いてる方はイメージ分かんないと思うんですけど、なんかね、レーザービームとスモークが、この番組、スタジオ内初、ね、そういう演出されてますけど、まあ、前半はね、プロハンドボーラーという形で、経験されたね、お話を聞きましたけど、後半はね、ガラッと変わって、多場雄也さんが、ご経
原因されてる今現在ね、うん、アルコール依存症と戦ってるんですけど、うん、はい、この件について、僕も本当に話を聞いた時に、ぜひゆうやさんの言葉で、はい、経験したことをまだ知らない人とか、はい、でこれからもしかしたら、はい、本人あるいは自分の周りの人にね、はい、そういう方が沖縄って結構多いらしいんで、はい、いやこれは必要な情報だと思います。そういった方に向けてのね、お話をちょっと後半聞きたいなと思うんで、うん、もうほとんど、はい、ゆうやさんに喋ってもらいましょう、はい、まず一つだけ、はい、勘違いしてほしくないというか重要なことなんですけど、はい、アルコールが悪いわけじゃないんですよね、うん、お酒って例えば僕フランスとかスペイン行った時に、はい、すごくコミュニケーションも取れるし、また優雅な気分に豊かにしてくれるんですよ、シャンパンとか赤ワインとか、そうですね、はい、でコミュニケーションを取るいい、ものなんですけど、うん、僕の場合は、うん、いわゆる自分が未熟だった飲み方を間違えた、うん、自分の未熟さでもう結局こうなってしまったんですけど、うん、まあ本当にコントロール障害って言いまして、飲む人は誰でもやっぱり可能性があるんですよね、うん、で僕の場合はもう本当にコントロールが効かなくなって、朝から飲み出して飲まないと手が震える、うん、で離脱症って言いまして、禁断症状みたいな感じで幻覚幻聴で、飲むためだったらもう何でもするような感じになっちゃって、うんうん、お酒飲むことしか考えてないんですよ、うん、でもどん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 これが何日も何週間も何ヶ月も続いて、うん、でもう最後の方はお酒があればもう死んでもいいやって思うぐらいになっちゃうんですよね、うん、でも例えばもう身内の言うこともほとんど聞かないですね、うんうん、パートナー彼女の言うこととか、うん、友人の言うこと兄弟の言うことも、はい、でも本当に最後の最後にうちの父が2回東京まで迎えに来て、うん、まあ、沖縄の南部のアルコール専門リハビリ病院に入院することになりまして、で2ヶ月半、はい、入院しました、うんうん、でプログラムがありまして、再発防止アルコールで朝6時から起床して、まあ、掃除したり、プログラムを受けたりで、夜9時には消灯なんですけど、うん、その中で、まあ、男性そこの病院は30人ぐらいいて、うん、で女性10人ぐらいいたんですが、うん、まあ、今回なんでこういった話をしようかと思ったかと言いますと、はい、その2ヶ月半の入院仲間がもう僕退院して半年になるんですよ、はい、で本当に危ない時期なんですけど、この半年に2人亡くなっちゃったんですよね。はい、でアルコール依存症の平均年齢って52歳なんですよ。ただその2人のうち1人は僕同級生やったんですよ、たまたま43歳、でもう1人は32歳の若い方です。はい、だから52までも持たなかったんですよね。で結局彼らもアルコールと戦ったんですけど、やっぱり脳のコントロール障害ですからどうしても勝てなかったんですよね。まあ、だからそういう危険性もあるっていうことで、ちょっと、まあ、自分もこの今断酒してとっても飲酒欲求が強い時期なんですよ、うん、はい、で断酒すると初めの3ヶ月は、うんうん、ハードルがあって、はい、半年が壁って言われてて、うん、で1年が峠、はい、その1年間が危ないんですけど、その峠を越えるとだいぶ楽になると言いまして、うん、3年ぐらい経つとだいぶ飲酒欲求も減っていくっていうんですけど、うん、まあ、すごく僕も今飲酒欲求が高くて危ない時期なんですけど、一応そういう危険性あるってのはちょっとお伝えしときたかったなということで、はい、へー、2ヶ月半入院ですね、はい、で今が退院して半年、はい、半年ですね。ただ2ヶ月半でもこのアルコール依存症って繰り返しますけど脳の病気ですから、やっぱりどうしても飲みたくなって、もう入院生活に耐えきれなくて、はい、辞めていく方もいたり、だいたい3回から5回、はい、もう入院を繰り返し入退院を繰り返している方も多いんですよ。うん、辛いでしょうね、なかなか、はい、そうですね。でアルコールっていうのはやっぱりギャンブルや薬物と違って、うん、ギャンブルだったら行かなければいいし、うん、薬物はそんな日本では手に入らないので、うん、ただアルコールに関してはコンビニとか、うん、スーパー行っても目にしますし、うんうん、まあ、CM とかでも見ちゃいますから、うん、なかなか難しいんですよね。身近にありすぎるんですよね。そうですね、はい、
すべてそういうね、またあの先日もね、あの結婚式に招待されて、はい、うん、やっぱ結婚式とかお祝いの席とかうん、うん、まあ今特に年末年始の忘年会、新年会シーズン、はい、苦しいですね。もうそういう怖いですね。環境がね、日頃だから誘惑がたくさんあるじゃない。うんうん、まああの覚醒剤とかそういったのはもうなんかね、その辺にあるわけじゃないから、うんうん、あの何かハードルがちょっとね高いっていうか。あるけども、アルコールの場合はハードルが低すぎてるか。そうですね。飲もうと思えばもう今すぐコンビニとかで24時間買えますし、もう日本はだから入院が繰り返す人が多い。そうですね。はい。だからかなりまあ難しい病気ではありますね。はい。だから病院ですごく勉強するのが、はい、あの断酒には3本柱と言いまして、はい、1つは通院、うん、で2つは抗酒剤。抗酒剤って言いまして、はい、あのアルコールを物理的に飲めなくする薬なんですよ。飲みたい欲求は変わらないんですけど、うんうん、その薬を飲むとアルコールを受け付けなくなって、例えば飲んだ時にってことですか？飲んだらあの泡吐いて倒れたりとかしたり、はい、まあ、それはもう体が物理的にアルコールを受け付けなくす薬なんですけど、まあ、もう一つはこの断酒補助薬レクテクトって言いまして、これは脳飲酒欲求を 10% あの低めるっていう薬がありまして、この2つプラスこれは1年で大体終わるんですけど、一番大事なのが自助グループに通う、自助グループって言いまして、いわゆるグループミーティング、まああの同じように苦しんでる方のことですね、仲間同士で。で日本では AA ってアルコールクアノニマスと、あと男子会っていうのがありまして、はい、僕は男子会の方に加盟してるんですが、はいはいはい、そこではあの、まあ、毎日どこかでグループミーティングやってまして、お酒に困ってる人やその家族も含め、みんなであの困ってる人だったら誰でも入れる、行けるようなところですね。はい、そういうのにも参加してっていう、アルコール依存症、まあ、ほとんどの依存症が、うん、やっぱり、もう現代ではほぼ治せないんですよ、はい、例えばお酒をやめると回復はできるんですけど、そういった特効薬とかがないので、うんうん、いわゆるそういった自助グループでみんなと、うん、辞める仲間と一緒にグループミーティングをすることが大切で、まあ日本語では依存症の対義語はないんですけど、例えばアメリカとかだったらこの依存症ってアディクションなんですけど、アディクションの対義語っていうか反対はあのコネクション、人とのつながり、人とのつながりが大事なんですよ。でアルコール依存症の多くの方がやっぱり孤独、うんうん、孤立、生きづらさ、うんうん、そういったのをあの感じてる人が多いんですよね、うん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 、でまたちょっと難しいんですけど、AC って言いまして、はい、アダルトチルドレンって言いまして、はいはい、例えば両親がアルコール依存症の家庭に育った人はアルコール依存症になりやすかったり、また親から虐待とか、またその家族の不仲のところで育った子どもたちっていうのが、割と大人になってそういうトラウマを抱えててアルコール依存症になるってケースも、まあここはちょっと僕まだ理解はあの完璧にはしてないんですけど、そのグループミーティングの中では多いかなって気はしますね。まあ、沖縄でもね、はい、その薬物中毒の方のやっぱりダルクっていうね、うん、まあ、これ全国にもあるんですけど、はい、ダルクがまあ有名でね、はい、いろいろ田代正史さんとかね、そういうの入ってたりとか、はい、してるんだけど、まあ、それもやっぱりそのグループでね、みんな仲間で、それ断ち切ろうよって形でやってる、まあそういう似たようなあれですよね。いや全くその通りで、ね、それしか今のところ方法がなく、これが一番大事だって言われてるんですよね。でやっぱりこういう依存症っていうのはやっぱり一番は孤独、社会からの孤立で、例えば沖縄県でもそうですけど、社会的地位のある方とかでも結構多くて、例えば定年退職された方が社会とのつながりがなくなってアルコール依存症になって病院で一緒に入院してたって方も多かったんですよね。だからまあ男子会っていうのは、まあ AA さんもそうですけど、そういった
孤立しない孤独にならないための場でもありますし、またシャイな方も多いんですよね。だからそういった方々が人前でしゃべる社会復帰の場所でもありますね。まあすごく壮絶な話も聞きますけど、あのいい経験になりますし、いい勉強にもなりますね。その、 あの沖縄 の、 その男子会の連合会の会長さんがその入隊員、入隊員をもう 手足の指では数えきれないぐらい入隊員を繰り返ししてる人が会長さんだし、はい、2ヶ月半の入隊員を手足の指で足りないからもう何年だっていう話ですよね。ものすごいだから経験値があるわけよ、その会長さんってね。今はもう克服してらっしゃる、ね、はい、はい、そうですね。もう18年あの会長さんを辞められてて、で僕 の、 あの加盟してるとこは30年辞めてる方がいるんですよね。で大体20年30年辞めてる方ってもうかなり年配、70代後半、まあ、80代なんですけど、もう僕飲んでもいいんじゃないですかって話すんですけどあの先輩方はいやいや、アル中で死ぬのと普通の人として死ぬのでは違うんだって言って、あ、はい、あの一生懸命頑張ってますね。でまたアドバイスを、はい、はい、まあいろいろね、あの話を聞くと、もうそのやっぱり普通の人として、人生終わりたいっていうのと、もう内臓もボロボロになったりとか、あるいはそのアルコールによって、周りに危害加えて、あのそういう思いでね、やっぱ人生終わるっていうのはやっぱり違うんだっていう感じの選択ですよね。そうですね。で特に沖縄県ってお酒で の、 あの肝臓疾患死亡率が男女とも全国1位なんですよ、ね、聞きますね、はい、でアルコール性肝疾患が、あの全国の2倍なんですよね、ワースト1位の上に。あので僕が入院してた時も肝硬変の方とかいっぱいいましたけど、それでもお酒がやめきれないって方も多かったですね。飲酒運転もワースト1だし、まあ、沖縄の刑務所にね行く入った原因も 40% 以上がアルコールが原因らしいんだよね。だからそれだけ沖縄に、まあ、あのもう青森文化もいいことはいいんだけど、やっぱりこのアルコールを楽しみ方をねちょっと間違うとそういう風になっちゃったりとか、まあ今ゆうやさんが言ったようにそれが、遺伝性のものであったりとか、あるいは、幼児期に、そういう親を見た経験からそういう風になったりとかっていう、なんかいろんなね要素があるみたいんだけど、はっきりした原因がまだ分かんないみたいなんですね。でそうですよね、まあ、でも脳の障害っていうのはね、はい、確かですよ ね、 そうですね。誰がそういうスイッチを持ってるかとか、いつスイッチが入るのかっていうのも、それもまだ解明されてないらしいんで、そうですね。だからやっぱりあの飲む方は可能性としては誰でもなりうるということで、でまあ進行性の病気なんで、早ければ早いほど例えば接種で済むこともあるんですよ。ですからもし心配だなと思ったら専門医に相談するとか、AA さん男子会とかにやっぱり来てみる、話を聞いてみるだけでもだいぶ違うと思いますね。これあの、まあ、世界的にやっぱりそういうアルコール依存症っているじゃないですか、はい、同じ人間だから、はい、でこ の、 あの依存症のスイッチがもう一生入らないようにするようなあの特効薬とかできたらもうノーベル賞もんですよね、はい、どうですかね、できたらいいんですけどね。いやもう多分薬の問題じゃなくてもう自分自身の問題なんで、はい、まあだからメンタルのことあるかもしれないけど、でもあのそれが飲んでもあのコントロールが効くような感じ の、 その特効薬ができたら、要はまたね楽しめるじゃないですか。でそういうなんかね、この間の、京都大学のね本庄先生のイブシーボっていうね、あのがんの特効薬みたいに、あのノーベル賞もののなんか薬ができたらこれはいいですよね。そうですね、ただ現代の科学ではなかなかできませんし、でアルコール依存症って結構特徴がありまして、
結構この男子会でもよく見るのが、仕事は真面目とか一つのことを打ち込む方って多いんですよ。わかる気がする。アスリートって割と世界的にも多くて、うん、ただ今年代が変わってきてるんですよね。例えば我々年代だと、うん、イギリスとかはサッカー文化じゃないですか、うん、先輩がパブでビールをどんどん後輩に飲ますっていうことで、うん、40代アルコール依存症が多いんですけど、うん、結構20代30代はギャンブル依存症が多いんですよね。あ、まあ、日本でもあのジャイアンツの選手やバドミントンの選手が少し問題ありましたよね、うん、でこれからはもうネットの方に依存するんじゃないかということもありまして、うん、で依存症ってこれあの例えばアルコールをやめたら、うん、結構の方がギャンブル依存症に行ったりとか移るんですよね、はい、うん、だからそれを飛び火クロスアディクションって言うんですけど、はいはい、あの移らないようにやっぱりこういった男子会や AA グループミーティングでしっかり、ね、はいっていうのがあの大事だと言われてますね。はい、僕もまだ半年なんでもう知らないことだらけで、うん、もう毎日が勉強、まあ、欲求もありますから飲食欲求も苦しさと勉強ですね、はい、こういった男子会のミーティングももちろん大切だし、はい、何かに新たに持つこの何ていうか集中して楽しめる趣味とかそういったのができたら、ね、はい、そこにこうやって気持ちがいくってそれも一つの、そうですね、そこを病院では探すように持つようにって言われてまして、まあアルコール依存症の方ってやっぱりもうほとんどの方が心身精神も肉体もボロボロで病院に行くんですよね、うんうん、ほとんどの方が車椅子とか運ばれてきて、ね、うん、まあ、この時代って普通の方でも夢とか目標とか持ちづらいじゃないですか、うん、生きがいとか、うん、本当にだからもう本当に難しいんですよね、うんうん、もうボロボロの体肉体精神でっていうので、うんうんうん、はあ、そっか、でもこういうお話はね、はい、経験されている方がどんどん情報を伝えてほしいですね、うん、ためになるお話なので、うんうん、沖縄特に、はい、うん、まあ、ただ自分も本当にアルコール依存症っていうのはもう今日一日一、うん、日断酒っていうのがもう勝負その繰り返しですから、はい、もう特にこの時期は、はい、難しい時期ですね。もう我慢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 ってことですよね。そうですね、うんうん、ただ一つだけ違うことは、うん、飲んでる時は、はい、自分の意思、うん、精神は効かないんですよ、うんうん、精神論とか例えば僕は、はい、日本代表でずっとやってましたので、うん、メンタルトレーニングとかストレス耐性は普通より強いとはずだったんですけど、うんうん、効かないんですよそれが、うん、どんなメンタルトレーニングしても飲んでる時は、うん、ただ今は自分の意思が効くんで、うん、飲むか飲まないかっていうのは自分の選択、うん、自分のコントロールできるんで、うん、そこだけは今は違いますね、うん、あ、そういうことか、はい、とは言いつつもやっぱり23年以上飲んできましたから、うん、すごくやっぱり脳が覚えてますから、うん、そうですよね、はい、うん、で最近ってすごくノンアルコールビールが、うん、なんていうかな、もう本物のビールみたいに味もねできてるじゃん、うん、飲んだ気になりますからね。あれもね、アルコール依存症取ってみたら思い出すから、うんうん、よくないらしいんだよね、うん、思い出しちゃうから、あ、はい、みたいですね、もうリアルすぎて、うーん、はい、ああいうのもダメ、はい、もう酒はもうダメ、ノンアルもダメ、そういう雰囲気やっぱり思い出す、うん、まあ、男子会の中でも、うん、最初ノンアルコールビールができた時は、うん、いいのができたってみんな皆さん喜んでたらしいんですけど、うんうんうん、でも実際飲んでみたらそういう雰囲気になって、うん、アルコールに結局移行移っちゃったらしいんですよね。あ、そっか、はい、だからね、結構ね、アルコール依存症の話はものすごい深くて、うん、まあ、ゆうやさんは今戦ってる最中で、うん、来年の4月で丸1年っていう形に来年の4月、はい、なるわけだけど、はい、やっぱりこの情報を僕も聞いたときに、うん、多くの人にやっぱり知ってもらいたいなっていうのがあって、うんうんうん、ぜひまた機会があればですね、はい、今日もそうですね、番組あともう2分足らずなんですけど、ね、早い、まだまだ聞きたいです、本当に。だからこれはね、でも、まあ、時間がもし合えば、はい、シリーズ化して、
本当にぜひとも来てもらいたいです、はい、話聞きたいなというふうに思いますので、うん、何回でもね、はい、その話はやっぱり伝えるべきだと思うし、うん、その聞いた人がまた周りの人にね、そうやって伝えていってほしいなと思いますので、うん、その機会があればまたぜひ、はい、分かりました、ね、よろしくお願いします、はい、またまあ、ゆえさんのね、いろいろググったりしたら、はい、もう皆さん出てくると思うんですけど、うんうん、山田優の、お母さんとね、ピカコさんとも ね、あれそれすごいですね。もうみんな出てるから有名じゃないですか。そこ言うんですか。言っちゃったと思って今。いやだってね、小栗旬君とかもね。そこ言うんですか。聞いてるのもしかして。これ聞いてるのこれ。いやまたね、旬君からね、来年あそこにチャレンジする。ああ、ハリウッドですか。ハリウッドにチャレンジするってことで。すごいですね。その辺はね、来年の5月でしたね、旬君。まあ、この辺あたりで僕はよく、はい、僕からは言えないんですけど、はい、力ちゃん、しもういいよ、ね、うん、今いろいろ、依存症と戦ってるその1周年、ね、1年ぐらいのね、あれでまたお祝いで本当にぜひぜひ、でもほらツイキャスシリーズ化強く希望しますほら、はい、本当にね、うん、今日貴重なねお話聞きましたんで、本当にね、また時間がありましたらよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、もう今年もね少ないんですけど、また良いお年を迎えてください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、それではさよなら、ツイキャスの皆さんもまた来週お願いします、すいません、ツイキャス保存で、ね、保存で今日ちょっと YouTube の方に撮らんでたら、あ、それがのサルメン止めて